野園街道とは、東京都多摩地域にある道路の通称である。野園街道の大半は、多摩ニュータウン北部及び、八王子市東部の幹線道路で、国道20号日野バイパスから多摩川に架か,かる府中、四谷橋を越え、国道16号八王子バイパスまでを結ぶ、重要な路線の一部となっている。詳細には、以下の2路線の通称である。野園峠付近の野園街道。 下湯ぎ方向から八王子市街方向を望む。2007年12月撮影提供大学中学校、高等学校前の野園街道や園峠の水飲み場終点の横山町郵便局前交差点1998年に府中四谷橋が完成し、多摩川を渡って国立府中インターチェンジ近くの国道20号と接続した。 これにより街道は延伸されて終点が、多摩市一宮から、国土地市アホへ変更になった。国土地市の聖火市場東交差点から、八王子市の内越交差点までは4車線の道路が、整備されている。八王子市の北野町南交差点から、同市の小安町五路交差点までは2車線。ここから、JR 中央本線の湖泉京南付近までは、センターラインのない道路となる。 JR 中央本線をまたぐ古線橋は以前は北向き一方通行であったが掛け替え工事により2010年11月20日から南向きの通行も可能となった。甲州街道直前は南向き一方通行の位置、車線の道路である。野縁街道の名前は同街道上にある八王子市下湯木の野縁峠に由来する。野縁峠は古くは 猿丸峠や猿山通りといい、旧、吉木村と八王子の中心部を結ぶ峠である。峠で休憩するために、馬や牛に水を飲ませる水飲み場があった。吉木地区から八王子中心部までの野園街道は、江戸時代の小野地道に沿っている。この小野地道の名は、JR 横浜線の小野路街道踏切にその名を残している。ありがとうございます。